担当、名、吉光、国宝属、田口吉光は、鎌倉時代中期に、京都の阿波田口で活動した刀工。通称は刀士郎。創州鎌倉の岡崎正史と並ぶ名工とされ、特に担当づくりの名手として知られる。京都の阿波田口には、古くから刀の名工がいた。吉光は、安土桃山時代に、豊臣秀吉によって、政宗、豪吉弘と共に、 天下の三名校と称され、徳川義宗が編参を命じた、京方名物町でも、正宗、郷義弘と共に最も多くの刀剣が記載され、名物三作と呼ばれている。ほとんどの作には、義光の二次名を流暢に切っているが、年季名のある作がなく、親や兄弟の作からの類推で、鎌倉時代中期に活動したと見られている。現存作の多くはであり、 大敗とも尋常なものが多い。地鉄は、梨地と呼ばれる小和目肌が最もよく、積んだもので、地にへ厚くつき、地には、戦場の湯走りが見られる。典型的とされる波紋は、地下人を主体としつつ、細かく乱れ、波中よく、にえ、匂い口深いもので、焼き出しに、互いの目を貫ねるものが多い。また、名物古藤と史郎、 名物平野東四郎のようにやや大ぶりのものから、波紋も万年に長寿を交えるなど乱れ派主体のものも、ある。名物厚東四郎は、鎧同士と呼ばれる特に重ねの厚い作品で、元重ねは1センチメートルを超える。無名の名物である、無名東四郎も元重ねが厚く7ミリメートル強ある。吉光作の刀は古来珍重され、近世には、織田信長屋とよ秀吉といった、 天下人が収集したため、本能寺の変や、大阪夏の陣の戦災に巻き込まれて、昇進になった者が多い。徳川家康は、大阪夏の陣に際し、義光や正宗をはじめ、焼け身になったり紛失したりした技物の刀を探させた。これらの昇進は、初代越前高次の手によって焼き直され、その姿を今に残す者も,も多い。焼き直された。 吉光の代表格としては、立ちをすり上げた、名物一騎一振り、小薙刀をすり上げた、名物なまず、美刀四郎がある。また、大阪夏の陣では、堀の中から無傷で回収された薙刀直しの、名物骨笛刀四郎も、後に、明暦の大火で焼け、広大の交通費によって焼き直された。以下はいずれも名は、吉光二次である。以下のうち、 骨笛とお城以外はいずれも、吉光に次名である。ありがとうございます。